スイお客さん風邪をひかずに転ばずに笑いを忘れずよくしゃべる島唄民謡歌う人絶対ボケませんトロロンテントンアンヤサヤ後通りが優しいトロロンテントンアタトンアネトロロンテントンアンヤサヤスイハイサイグスヨーチューガナビラ、コム三振広め隊の上田エイビン三振お前の番だよ三振チャイエイビンどうぞあれゆたしくどうぞどうぞどうぞあけどうぞお前民間なるよお声が大きいどうぞコム三振広め隊の上田エイビン、よろしくお願いします、今日は三振を始めるっていう方が非常に最近増えてまたまた増えてきているので、その人たち向けの三振の、ちょっとポイントをアドバイスしたいと思います、三振が新しいと弦を取り替えると三振の弦って、すぐ緩みます弾いてるそばからチューニングが狂ったりします、それが分かればいいんですが最初の頃は分からないですねですから三振が新しい場合弦を取り替えた場合、新しい弦を交換した場合ですねコツがあります人差し指中指を歌口の近くに押さえますまず1弦から目汁からやりますあごめんなさい3弦から目汁からこうやって伸ばしてこうやって弦を伸ばしていく こういうふうにこれはもう弦を伸ばしてるんで伸びないんですけどこんなふうにすると、3本ともですね、こんなふうに、やっていくと、弦が伸びきってチューニングがやりやすくなりますくれぐれも歌口の近くをしっかりこう押さえるってことがポイントですね、もう一点今度は、からくりですねチューニング、これいくつも私の動画にアップしてるんですけれども、こういうふうにチューナーを使うと無料でアプリがチューナーがたくさんありますこういうアプリ無料のアプリがあるのでこれもぜひ携帯として携帯してくださいすごい便利ですじゃあ、実際にまず2点目、チューナーも携帯しましょうフリー無料なんで、活用するといいと思いますあとは問題はからくりの回し方、特に女性の方は慣れるまで苦労すると思うんですがこんな感じですね小指薬指中指人差し指をこんなふうに押さえますで親指でこういう感じですまずコツはちょっと高めておくキーを高めて今 C の高さぐらいの近くまで来てますねこれを B に合わせますあと1カチぐらいかなぴったり合いましたこのもう一回いきます今 C の高さまで来てますこれから B に下げますこのカチカチっていう感覚ですねこれはあと2カチぐらいかなあと1、2カチ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 ぴったり合いましたこんな風にこういう感じで、チューニングが合わせきれると、いいですねこう中指の場合は中指の場合は、こんなイメージで巻いていきますでも女性の方だと力がないんでこうはなかなか難しいのでまあ行儀悪いですけどじゃあ分かりやすいように例えばこういうイメージでこういうこんな感じで回すといてまあこう置いてですねまあ置いたこう置いて回すか、まあちょっと今分かりやすくとこんなふうなイメージですねここに置いてこんな回しても、いいと慣れるまでは慣れてくるともうこうやって、回せるようになりますこんな感じで回せるようになるんですけどね、あとウージルの場合も同じですウージルと、ミージルは、同じようなミージルは同じような感じでこう支えてこんなふうに回しますウージルも意外と回しこん
感じですね。こんな感じで回し方ポジションで、それと、これから三振始める前に、三振の構え方ってすごく大事なんですが、その構え方、心構えって大事だと思います。三振の、心構え、人それぞれだと思うんですが、心が前っていうイメージです。心が前、三振よりも心が前、気持ちが前になってくるといいですね。私が三振始めた頃よく言われました。いやー上田さん、こんなに三振始めたばっかりでこんなに心が踊ってるとは、そうそう会ったことがない、見たことがない、もう上手くなるよって言いながら上手くならないんですけどね。でなぜ三振を始めるのか、なぜ三振始めたいのか、自問自答したらいいと思います。急に三振が始めたわけではない、何か必ずきっかけがあると思うんですよね。例えば沖縄が好きだとか、沖縄の歌が好きとか、沖縄のアーティストの誰々の歌が好きだとか、そんなこともがきっかけかもしれません。最近では YouTube で偶然にコモさんの上田さんの動画を見て三振始めてみようかという方も意外と少なくないので嬉しいです。だからこうやって頑張れます。三振広めたくなります。そんな中で私の場合は特別な三振の楽しみ方を、後から知ってしまったんですね。だから私が感じた楽しみを先に教えると、誰かがまたプラスアルファの別な楽しみ方を、誰かに教えてくれたらいいと思うんですね。三振は私のちょっと楽しみ方ですけども、もうこうやって三振を弾きながら、話ができる、たったそれだけでとっても嬉しかったです。これは爆発じゃないですけど、数をこなせばこうやって弾きながら、三振が弾けるようになるんでね、右脳にすごくいいな、右脳鍛えてるなっていうのがまず一つあります。さっき絶対ボケませんって、それも自分でもしかしたら暗示をかけてるのかもしれません。であとはこうやって YouTube も、もうこれは私にとって普通の人ではなかなかできなかったことだと思うんですが、こうやって続けたことによってもうすぐ600万回も見られるんだと、この素人の三振始めたばっかりの動画でも、そんなことを思うともうすごく嬉しいです。でさらに最近では、より三振の楽しさを、私が感じた三振の楽しさを伝えようと思って、三振三昧のブログをも作りました。下に説明にリンクしておきましょうかね。そのことを、考えるだけでも嬉しくなりましたし、だから三振がきっかけでもう数えるきれないぐらいの、楽しさが、感じてます。ですからボランティアで、ケアハウスとか同人ホームとかいろんな施設でやってみたいっていう周りの人がすごく多いんですよ。それ素晴らしいことだと思います。お年寄りの方は本当に心から盛大な拍手を送ってくれますし、すごい喜んでくれます。あの地元沖縄なんかもっと、耳が肥えた沖縄の、ね、お年寄りって民謡よく聞いてますからね、本当によく知ってるのに本当に涙を流して喜んでくれる人たちが多いんで、そんな時にとっても嬉しく思います。あとは楽しみ方は人それぞれですけど、私は三振がきっかけで、意識の向上じゃないですけども、自己啓発ではないですけど、こういうことができたっていうことはすごく大きな、楽しいだけじゃなくて魅力っていうか、そういう自分、新しい自分を発見したというか出したというか、そんなことを、感じますね。ということで、今日は三振の楽しみ方講座で、あとはもう一つ、三振を弾く場合に、立って弾くにはどうしたらいいですかって構え方、こうです。こうしたら落ちてしまいます。ガマクと言います。腰にポンとこういう斜めですね。でこうやって手を当てる、こんな風にいきます。いやささチェヤゴスササメイヤサササ、こんな感じですね。イスイスイ、こんな感じです。スイ、三振を、引く場合、立っていく場合はこうでは落ちてしまいます。ガマクにこうかけます。ちょっと腰骨がない人は少しやりにくいかもしれない。私はお腹が出てるんで引きやすいです。こう乗っける、手を添える、こうです。さあ落ちません。こんな感じですね。こんな感じです。立って引く場合はこんな感じで、やーそスイスイスイソーソーソーっていいよ。こんな感じですね。スイスイ